皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は数学が苦手な人に対して数件を受けてみませんかという変な動画なんですけどね。これ数学苦手な人、いやー数学のテストなんて受けたくないよ、まあその気持ちはわかりますけれど、どこかで成績なんとかしなきゃ、そういう思いありませんか？もしあるんだったら、これ数件が役立つかもしれません。これ自分が理解できていないところ、これを見つけることができるんですね。苦手だったら自分がどこが理解できていないか、どこからやり直せばいいかってわからないでしょ。でも数件を使うとそれを見つけることができるんです。数学検定って各階級に目安となる学年は確かにあります。中学3年生だったら3級、2年生だったら4級、中学1年だったら5級というように。でも3級だから中学3年生の問題しか出ないかというと、そんなことないですよね。下の学年も含めて問題出題されていますからね、各階級受けた下の学年のものも全て含まれているんですね。だから苦手な部分を見つけやすい。じゃあどこから受けたらいいか、苦手な人は今の学年の2つか3つ下の階級から受けるといいと思います。できない部分って、例えば中学1年生だけど4年生の部分が分かっていない、5年生の部分が分かっていないと、こういうのが2つか3つ下の階級だったら見つけやすいと、ね、見つけられると、こんなふうに思ってるんですね。さらに解ける問題がたくさん入っているんで、ね、下の学年だから解ける問題がたくさん入っているんでやる気も出ると、ね、嫌にならないと、こういうことも言えます。そして数件受けて結果の個別成績を取ってくるんですけど、これを見て間違えた問題、これを解けるようにしていく、これを繰り返すことで数学がどん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 理解できて、いろんな問題解けるようになっていく。そのために数件を利用してみてはどうでしょうか。報徳学院、私のね、報徳学院では11月12日の土曜日の検定、これを実施します。皆さんもね、近くの方見ていらっしゃるんだったら、この私の塾で、ね、報徳学院月2つで報徳、ね、徳川家康の徳で報徳、報徳学院で一緒に数件を受けてみませんか。塾での締め切りは10月の11日の火曜日になっていますので、もしよかったら報徳学院に来て申し込んでみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。